でしょうか。こんにちは。あれ、誰か呼んでるみたい。やっと会えました、栄誉騎士様。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい、私はまだ正式なセピロス騎士ではありません。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で騎士団で騎士修行をしています。はい、まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために先輩方からご指導を受けております。アンバー様からウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様からいろいろな任務を引き受けたり、火花騎士様にもご指導を受けました。実はかねてよりずっと栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。しかしお邪魔になるかと思い、声をかけられずにいました。モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、私も仕事で手が離せなく、今日は騎士団での掃除が終わり修行に行こうかと迷っていた時に、ちょうどあなた様を見かけまして、もしお邪魔でなければご指導をいただけませんでしょうか。あの、先輩のあなた様の意見が聞きたいです。メイドとしての仕事と騎士になるための鍛錬、私はどちらも怠っていません。しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。はい、どれも体を鍛える普通のトレーニングです。腕立て伏せ100回、腹筋運動100回、スクワット100回、それとモンド城の周囲を毎朝2周走っています。忙しい毎日ですが、それでも何か足りないと思うんです。力ですか？しかし私、力はそこそこあるはずですが、前にブルース様が酔っ払った時も騎士団まで背負って運びましたし、図書館が新調した本棚も私一人で清泉町から運びました。ホフマン先輩からは力持ちだって褒められたこともあります。はい、もちろんいいですよ。しかし訓練とはいえ、栄誉騎士様に剣を向けるなど。そうだ、騎士団の横にある訓練場には訓練用の杭があるはずです。こんにちは、ノエル。あなたも訓練に来たの？あれ、栄誉騎士も一緒だったんだ。こんにちは、エリン様。今栄誉騎士様から訓練の指導を受けるところなんです。私の実力が知りたいらしく。訓練場にまだ余っている杭はありますか？ん？ノエルの実力？それじゃあ普通の杭じゃダメだと思う。それに適当に置いたらまたノエルに一発で破壊されちゃうかも。そりゃあノエルだもの。どれどれ、どうやって配置しようかな。あ、そうだ、ちょっと待ってて。ノエルだったらやっぱりこれがいいよね。これは厄介ですね、杭がこんなに。はい、後で掃除するのが面倒です。ノエル、一気に全部切るつもりなのか？本当に全部切っちゃったぞ。よし、掃除完了。あ、ありがとうございます。栄誉騎士様に褒めていただけるなんてとても嬉しいです。しかし私は力以外に自慢できるところがありません。
騎士様たちとの訓練試合の時もどうやって動けばいいのかわからなくて、剣を振るう力は相手より強いはずなのに、最後はいつも負けてしまうんです。どんなに修行を頑張っても騎士選抜を通過できなくて、一体どうしてなんでしょう。実戦経験？確かにそうです。ただいつ誰が助けを必要とするかわからないので、安易にモンド城を離れられないのです。なので実戦経験はあまりありません。しかしそのような経験、一体どう積んだらいいのでしょう。モンド近くのスライムですか？任せてください。ここだな。まずは岩スライムから始めよう。結構やるみたいだぞ。あれ、こんなところに草スライムがいたのかよ。任せてください。確かに、もし先ほど先輩と一緒に戦っていたら、騎士団の団員は互いの盾となるべきである。騎士団ガイド第8条にはこんな意味が込められていたのですね。私、そんなことを今まで考えたこともありませんでした。あ、私がですか？いいのでしょうか？そうですか。考えてみます。不向きな敵を避け、仲間とのコンビネーションを考慮する。あ、わかりました。ジン団長から聞いたことがあります。この近くにはヒルチャールの拠点があって、いつも行商の邪魔をしているみたいなんです。普段ヒルチャールを追い払う仕事は騎士団の先輩方がやるのですが、もしかしたら今回は私でも。はい、あなた様と一緒に。ノエル、ノエル。どなた様の声でしょうか？今すぐお伺いします。岩の重さは安心できます。えっ、やっ、
が必要な方がいるはずです。騎士の風格に気をつけます。風神様に感謝を。助かった。ああ、ノエルにも感謝だな。それと栄誉騎士にも。君たちがいなかったらどうなってたことやら。そのわざわざ俺を助けにここまで来てくれたのか。ちょうどこの近くで訓練をしていて、あなた様が私を呼ぶ声を聞いたんです。間に合ってほっとしました。心の中で思ったのは助けてとかバルバトス様ご加護をとかだったかな。でも口に出たのはノエルの名前だった。自分でも無意識だったよ。多分モンド城にいる時いつもノエルに助けてもらってたからかな。呼び慣れた名前が出ちゃったんだ。大丈夫です。皆様の助けになるのはすごく光栄なことです。それにそのおかげでヘニング様の声に気づけたのですから。しかし今回遭遇したヒルチャールは運よくあまり凶暴じゃなかったので私でも対応できました。あれで凶暴じゃないの？俺は怯えて足も動かせなかったけど。そうですか。私はただいつも通り普通に動いて。え、そういえば確かにさっきヘニング様に傷を負わせないように必死で。目的が違うだけでこんなに違いが生まれるものなのですね。その通り。自分の訓練をしている時よりノエルが俺たちを助けてくれてる時の方がやる気にあふれてる気がするし。次ね。次は必ずそうする。とにかく今回はありがとう。大丈夫です。騎士団メイドとして当然のことですから。セピロス騎士団メイドノエル、いつでもあなた様を助けます。